今回はガブリアスやっていこうか。でガブリアスもね、前回のアップデートで強化来てて、まずはなんか妨害時間の短縮率がね 20% から 25% まで上がったね。で地震のダメージ量 15% 増加して、穴を掘るのダメージ量は 10% 増加と。であとドラゴンダイブとドラゴンクローはね、技の待ち時間が1秒短くなるっていう、結構ガブリアス強化来てるんだけど、まあ、今回は地震と穴を掘る型でねやっていこうかな。久々にこっちの技構成ね、地震穴掘り型ねとダイブクロー型だと、なんか使用感がっつり変わるもん。それで今回の持ち物は力の鉢巻きに連打スカーフに癒しの冠っていう感じでねやっていこうかな。こんな感じでやっていこうぜ。ラストヒットはそんな強くないイメージやからな。ただ序盤のここのこういうところの殴り合い結構強いね。これそう、こういうところの殴り合い結構強いイメージあるんだよな。ちょっとスタック切らさないようにな。取られたんだけど最悪。ピカチュウエレキネット来た。いいエレキネット、硬すぎ硬すぎるな。いいね、コイキング徹底的にやっぱいじめといてやりしたいよね。取った？取れてない気がするんだけどな。よし取った、いいよ。結構でもラストヒットはね、下取れたっけ。4レベルなっといて砂かけしといて、であとちょっと。惜しい惜しい、技が欲しかった。すごくすげえ技が欲しかったけど、ナイス、いいね。あ、ピカチュウ捕まった気がするな今。捕まってない、大丈夫。でももうね、ちょっといけないんだよな俺。まあ引くか一旦。ちょっと戦い入りにくいからね、このこうベタ足なんだよな、この状態だと。穴を掘るとかでね強襲できないから結構しんどいんだよな、辛いんだよな。あとなんかどっかの枠経験値食いたいけどな。やばいな、それ以上殴られると進化する、あいつ普通にとんでもないことになる。これ先にここの食っといて穴を掘るがっつり覚えていたが良さそう。で、これ 25% も 25% じゃない、25もこれ決めといていいか、いい気がする。いや、真ん中寄りたいけど、深丸の状態で寄ってもね、なんか、多分何もできないと思うんだよな。守るか、ここ。めっちゃ来てるな。で、これ多分この状態でまともにやり合うと結構厳しいからね。ちゃんと引きながら、やっていくのが良さそうだな。なんかガブリアスになれたらギャラドスとかもそんなに、痛くないのかもしれないけどね。とりあえず7レベルになっといて、ここ2個取れたら熱いね。ギャラドスから取ってね。でもなんか今、ギャラドスよりガブの方が勝率高い的なことをね、耳にした気がするんだよな。自信取っといて、飛んできた、飛んできたら、飛んできたらもうアサシンムーブするんだけど。来た、これ良くない気がするね。頑張れ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 、いいねピカチュウいいよ。あとこれ癒しの冠あるんでしっかり。はあ、ドラパが来たか、ドラパが来たか。でも今の集団戦かなり良かった、すごい良かった。ちょっと待って、集合かけられてるけど、一応ね、一人、二人でさ、三人を引きつけれてはいるんだよな。一応ね。でもめっちゃ下に行ってんな。ドラパと俺が、上残ってるっていう、感じなのか。これでもな、ドラパが、ドラパ下に行ってないよな。もう仕方ないと思う、これ。下レーンやられちゃったのは。ドラパだって来てないよな。そうだよな。一応一旦さ、これさ、レジ歴も大事なのも分かるんだけど、一旦ユナイタザ覚えていい。来た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 。ユナイタザ打っといて、はい。はい。はい。もう一丁。
絶対に相手のところに行かせない、そういうプレイでいきたい。これ無理だな。一旦ヤダランとかをしっかり倒しておいてみたいな感じになるかな。あ、でもよかった、ウエレンぶち割れて。でピカチュウと二人でギャラドスとかしばき回したらマジで熱いんだよな。でここでバインドやめて、飛んできそうだから一旦飛んできそうで怖いんだよな、ギャラドスとか。よし、いいよ。これやばい、飛んできそう、これ、これきそう、これ撤退した方がいい、がっつり。はい、いいね、オッケー、ナイススタン、マジそれ助かった、オーロットそれはマジないっすね。でもあとはもう狩られるのはね、もう仕方ないよな。ウエレンで、そう、ウエレン、味方がね、ウエレンに俺を残させてくれたおかげで、ちょっとガブに慣れてんだよな、おかげさまでね。助かってる、すごく。絶対にこれ渡すな、マジで。経験値湧いてねえのか。ユナイト技があるけど、どうしよっかなって感じなんだよな。ギャラドスが、あれだよな、ピカチュウとかオーロットとかに飛んできた瞬間を狙って、ユナイト技を打つのが一番多分いいんだよな。打たないかな。びっくりした。ちょっと敵のあれかと思った。はい。はい。ここね。で、ここなんだよ、狙いたいのって。いなかった、私らが。でも私らが倒したよね。そうだよね。減り方ちょっと、甘かった気がする、すごく。で、地震打って移動速度下げといて、こいつ殴りたいな、あと。撤退するのこれ。本当に？あと少しだったけど、まあ、でも、オッケーオッケーオッケー。バインドやめてー、バインドやめてほしいまあ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 。もう仕方ないね、これね。ヤドランのバインドがマジできつい。きつい。まあでもゾロアークとかミュウツーとかが止められるよりかは、俺が、まだ止められた方が、マシかなぁ。そんな感じがする。これ今回ね、ドラパ狙った方が良さそうだな。ギャラとかよりも。まあ、ギャラドラパあたり。はい。いいね。ちょっとここね、落ち着きプレイすれば一旦ゾロワークに技なしで突っ込んでもあんま意味ないから。技がある状態でいろいろやりたいんだよな。できればな。一人でなんか突っ込んできてくれたらだいぶ楽なんだけどな。いや、これさ、逆に、ここだな。送り込んでる間に。それかギャラドスを挟み撃ちにするかみたいな話になってくると思うな。ギャラドス来てる？でもギャラドスが。これでもあんま良くない気がする。ギャラドスな、ギャラドス。こいつ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 。こいつを挟んで倒そう。みんなで。いい、ユナイト剥がした。いいよ。まずい。それ本当にまずいよ、それ。はい。はい。はい、もう一丁、いいね、気持ちいいね。バインドされすぎてマジ困ってる、俺。一旦引いていい？これ。いや、違うな。俺、癒しの冠持ってるから。いや、これね、これ良くないね。ちゃんと、そう、癒しの冠持ってるから、もう回復しながらね、レッグーザ殴った方が、この局面いいかなって思ったんだけど。まあ、良くないね。そんな、馬振りプレイ。もうギャンブルすぎたね。まあ、いっか。ユナイト技がさ、ワンチャン、ワンチャン溜まるんで、もう一回。80% でしょ？残り 20% でもうすぐ溜まるから、うまいことオーロ、ゾロアーク下から来てる。まずいね、これね。なかなか入れないね。まあ、あとは。はい。一旦引いといて。ナイス、いいよ。
いいよ。殴るかこれ。そうだな。回復しまくって、これがっつり回復して、あともうでもこれ殴んないと勝ち筋ないよな。だってゴール残ってるもんな。俺たちの勝ち筋ってこれだよな。もう仕方ないよなこれな。なんかちゃんとね、ユナイト技ためていけばよかったな、最後とかな、ちゃんとな。まあ、今回は、しっかり、下レーンで育っていこうか。学習2枚いるしな。そうしよう。あとあれだよな、ちゃんとやっぱ体力少ないまま、立ち回るのはね、非常に、いいことないね。ちゃんと帰るべきだね。そのままぶん殴りたいんだけどね、俺的には。ラストヒットかな。意外とヤドラの水鉄砲でちゃんと取ってきて、許せないんだよな。意外とちゃんとしてる。今回、こっちにギャラドスいるからね。先にそっち取る。湧いちゃうよね、もうね、これね、多分。15秒だっけ ?15 秒で湧くのがいいね。いや、水鉄砲読みだったんだけどな。難しいね。水鉄砲。しっかり水鉄砲を読んでいくのは。まあ、でもミライドンが上に行ってっからね。なんか、なんとでもなりそうだね。上レーンはね、もう。で、ここで、来た、いいよ。穴を掘る覚えといて。いいよ。これだけちゃんと狙って取っといてね。あとはなんか、ユナイト技まで覚えといて、相手の、ジュナイパーとかね、圧かけようぜ。今回、アサシンムーブ、そんなできなさそうだもんな、みんなな。で、ギャラドスね、機動力高いように見えて、なんかそんなあれだもんな。ユナイト技使ったら機動力結構高いか。まあ、そろそろさ、ここに、行っといて、相手の中央なんだろうな、なんだったっけな。こいつやばすぎるだろ。とんでもないな。ゼラオラか。オッケー、ゼラオラこれ単体だ。単体で突っ込んできやがったこいつ。助かるね。この木狼倒したくね、木狼。飛んでくるかな、ミッキー。うわー、邪魔された。一旦じゃあ、これ食っといて、あれだな、9レベルなりてんだけどな、なれなさそうかな。ミライドンのことをちょっと助けに行きながら、いろいろやりたいんだけどさ。一旦ユナイト技覚えたいな。あそこ突っ込むにしても。素直に、穴を掘る打つとさ、硬くなれるんだけどさ、素直に突っ込んでもね、ダメな気がするから、一旦レベルを上げながら、まあでもいけそうだったらもうこれがっつりみんなでいきたいね。いけそうだったらね。いや、この自信気持ちいいね。あまりにも自信が気持ちいいね。ミミッキュしっかりぶん殴っていかないといけないんで。はい、30ぶち込んでいくか。いいね。で、これ進化できると思うんだ、これで。さすがに。ユナイト兵長がこれ、ここで。はい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 。いや、ゼラオラ持ってきたい。オッケー、ゼラオラ持ってった。これでかいぞ、ゼラオラを持ってったのは。やっぱユナイト技があるだけでだいぶね、マジで変わるね。本当に変わる。ちゃんとユナイト技を覚えて、要所要所で寄っていきたい。41% だからたまんなそうだから、これは、普通に行かないと。はい。あー、それされたか。これ欲しいね。全部取っといて、あとちゃんとこれちゃんと引きたいんだけど、引かせてくれないな。めっちゃスタンさせられるね。
まあでももうユナイト技が 96% でしょ。でこれ上行きたいね、できればね。もう下レーンをやられちゃったから。でジュナイパーとかね、もう脱出ボタン切っちゃってるから、このままユナイト技で保留したい。でもここはね、そんな単純にあんま突っ込んだりしたくなくて、あくまでもヤドランに群がる敵に対してユナイト技をぶち込みたいんだよな、できればな。そうなんだよな、突っ込んでくるやつにな。来るかな来るかな、すごいなあいつの。ユナイト入って良さそう、これ。はいはい、気持ちいいね今のユナイト、クソ気持ちいいな。ちょミミッキーマジで本当にお前、はい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 、いいね。いや入り方完璧ね、いいね。群がってる敵に対してな、あれしたいよね、できれば。ナイス、いいよ。こいつね、穴を掘るで打っといて、はい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 、いいね。しっかりあと取り切って、いやガブ無双してる今、すごいガブ無双してる、素晴らしいね。下行こうぜ、そのままギャラドスがちょうど下にいるからさ、下に向かっといてもらいながらさ、あと最後にユナイト技をね打てそうなんだよね。ちゃんと今回ユナイト技の溜まる時間と中断戦の時間が噛み合ってるからすごくいい。ナイス、みんなでぶん殴っていいと思う、これは。ナイス、いいよ、ぶん殴ってこういうのもいいよ。でユナイト座打ちたいんだけど、もう打たなくても良さそうだね。打てたらよかったけど、中断戦でユナイト技がないのが一番やべえから、もうここしっかり取り切って。いや、いいよ。めちゃくちゃいい。いや、ほんとマジでユナイト技があるかないかで、中断戦のやりやすさがマジ変わるよね。いや、ガブ結構硬いイメージは、なんか知らんけど、図体からして硬いイメージあるけどね。なんかポケモンユナイトのバランスタイプは、やばいよな、結構な。やばいんだよな。穴を掘るとかで突っ込んでもなんか3人ぐらい囲まれてるとこに、ただ技だけで突っ込んでも普通に、やられるのが落ちだったりするからさ。そうだね、一旦落ち着きプレイ大事だね。マジで落ち着きプレイ大事だね。ちょっとどっちにも早く寄れるようにしとこうぜ。ヤドランとかに群がる敵にユナイト技ぶち込んで踊りながら入っていくっていうのが多分結構強いんだよな。でいや、まあ最初に穴を掘るでもいいんだろうけど、もうヘマしたくないからな。初手もユナイト技で入って壊滅まで持ってきたよね。はい、いいよ、ユナイト吐かした。いや、このユナイト吐かしたの結構強いよ。これユナイト技吐かしたのね、だいぶ強いね。でヤドランどこにいる、急がないとな。はいはい、いいよ、はいはい、いいね。ヤドランのとこに行ってあれしたい。いいよ。よくないか別に。また俺ヤドランに掴まれてんだけど、本当に嫌だそれ。ミミッキーに荒らされてる、荒らされてる。一旦落ち着きプレイだな、これ。一旦がっつり引いてもいい気がする。まあ来られたら来られたんでいいんだけど、ちょっと視界取りだけできてる しとこうみたいな感じだねこれね。ユナイト入ったか、これ多分いい気がする。これもユナイト入った、ユナイト、はいはい、取れなかった。よし、気を取り直して頑張っていきますか。ユナイト技がね、結構ね、強いのいいよな、こいつな。めちゃめちゃいいんだよな。とりあえずは、また、
ガブリアスになるまでだね。しっかりぶん殴っていこうか。真ん中、ここね、真ん中じゃないや。ここ殴るパターンね。敵もなんか殴ってきてねえな、でもな。いいね。遅いな。じゃ逆に、ぶん殴っといて。メルゴン猛攻ダンベルとかな気がするね、これね。全部開けとくか、それ。全部開けといて。ジョーハラミ55ってなんなん、マジで。はい。遅くしといて。いいよ。はい、はい。こいつあれか。何こいつ、なんだっけ。スリッチャ、抜け人人形か。抜け人人形とカルボーで何すんだろうな。あー、あれかな。ゴーストダイブたくさん回す感じなのかな。かもしれんな。ちょっとこれ行かれたな。ソーブレズになられたな。無念の剣ね。いや、取りてえけど、ちょっとなかなか厳しいな。取りに行くの。遠距離チクチクがマジで重い。この、このウップマジで重すぎる。取れる気がしねえ。5レベルになりたいんだけど、ちょっと慣れなさそうだな。経験値はこれ、あ、くれるかな、助かる。よし。穴を掘る覚えたと、中央だね。ここね。まあ、集団戦で穴を掘るでスタン取って、ここで、少しでもスタン取ったりしてたね。これで機動力ないから、ここもしっかり。いや、これ逆に下レーン行っていいな。そうだね。下レーンちゃんと行って、押そうと思ってか、防衛も多分しなきゃ間に合わないんだよな、きっと。ピカチュウが裏から来てるから、ドラパに穴を掘るって OK。止めに行くのが一番多分いいんだろうね、これね。きちい。穴掘り職人になってる、今のところ。はい。はい。穴を掘るのスタンもそんな長いわけじゃないからな。穴を掘るでスタン取れたらいいんだけどな。はい。決めちゃうか、これ、今のうちに。地震打つか、一旦。地震打っといて、で、しっかり穴を掘るで逃げれたら、いやもう最高だったんだけどね。ギャラドスが一人で上で暴れようとしてんだよな。まあでもこれ下レーンだな。今から上行ってもギャラドスに正直勝てる気はしないしな。いや、このなんか膠着状態の時間を使ってギャラドスになるべきだ。ギャラドスじゃねえ。これ進化するべきだな。あまりにも、そつらいもんな。このガブのままっていうのがあまりにもしんどすぎる。まあちょっとあと1レベルぐらいなんだけど、カルボー来た、カルボーとかも仕留めたいけどな。逆にこれあれかも、無理だな。いける気がしねえな。じゃあ下レーン防衛だ。ユナイト技が、やっぱユナイト技ちゃんと覚えに行くのは結構大事なんやっぱり。止まるからユナイト技。止まったらもうあれすんだけど。はい。ダメだ、あいつ狙ったら。はい。で、地震打って、とりあえず地震打って、いいよ。いいユナイト技当たった。すごく。すごくダメだけど、いいユナイト技だった。倒したい。うわ、地震のドンができれば、あれ倒す、ドラパで多分いけたんだけどなぁ。そうなんだよな、いけたんだよな。惜しいね。クソ惜しい。スタン取ったとこまではよかったんだからね。まあでもスタン取れたからなんかキルできた気がするわよ。ルカリオマジナイス。でここは地震で絶対に逃がさないプレイしとくの結構大事だよ。すごくすごく大事だからね。地震打っといてナイス割り。いや、ウはね、マジでまともに倒そうとするとね、本当に骨が折れるからね、やめた方がいい気がする。マジで無理。
穴を掘るとかは使いたいから、ちょっとここで、じゃユナイト座覚えながら行きたいから、ここであれするか、取っといて上で、まあ、ドラッパーとかに打ち込みてえな。ヌメリゴンに群がる敵に打ち込んだりとかも全然面白いんだけど、ゴーストダイブやばいな、やってることマジやばい。はい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 、いいねこれ。あれだな、ぶち割るのが多分先だね、最優先で。ハピナスヌメルゴンか、ヌメルゴンやるな、いいね。ユナイトアサールってだいぶ、待って、だいぶクソ楽だな。ワンチャンこれ耐えていい俺、これで。いやー、でも結構でも癒しの冠とガブのドレインがあったらさ、ピカチュウ来てなかったから怒られてる。これなんかな、割となんとかなってるよね。なってたよね、なんとかね、割と。まあさすがに、ユナイト技全部耐え切れたら、もうそれはユナイト技じゃなくなっちゃうから、ちょっと仕方ないんだけどさ、これピカチュウが今処理ってて、この道下の集団戦、人数フリー起こしてる、そうだからな、一旦、あ、でもあれしてるドラッパーが来てるな。ユナイト技打ちに行こう、そうだ。ユナイト技を打ちに行こう。ラストボタンも入っちゃうもん、俺。これも入っちゃう。少しでも、早くユナイト技を打たなければならない、俺は。はい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 。お前マジで。逃げるんじゃねえ、てめえ。いいよ。殴り合おうぜ、俺と。はい。マジで、お前本当にさ、おい。許せねえ、その機動力。それマジないっす。穴を掘りとかも使って、スタンばらまきまくんのいいな。でユナイト技が残り 27% しかないから、あとはもうあれするしかないね。レベル上げの時間だね、もうね。ドラッパとかいたっけ、ソーブレスがいるのか、そこに全部持ってかれてるな。ちょ、一旦マジでユナイト技を貯める時間にしたいね。やれかしたね、ちょっとね。調子こいて打ちすぎたね。3分30秒切ったあたりに打っちゃうと、なるだけ早い段階で打ったと思うんだけどね。レックザ攻撃中？91%。ラッシュすんのかな？ちょっと待ってよ。一旦待ってほしいな。ラッシュするの一旦待ってほしいな、俺。はい。はい、はい、はい、はい。ドラッパに絡まれてる、すごく。ユナイトはけたけどな。なんか、すごいやばそうな展開になってんだよな、俺たち。いや、敵がまだ5人生きてる状態でラッシュするとね、割と怖いんだよな。